できないの？詐欺メイク講座。どうしましょう。詐欺メイク講座ね。講座だからね。詐欺メイクについてでいいんじゃない？詐欺メイクについてということで。はい。はい、じゃあ3分。3分回します。詐欺メイク、ね。はい。詐欺メイク。周りにそんなにすごいしてる人いないよ。ないな。でしょ。詐欺メイク。詐欺メイクで何になりたいっすよ。そう。詐欺メイクをザーシンがしてくれるって言ったら誰でってお願いする。誰がいいかでしょ。でも女子で。女子以外に。なんで誰がいるのか。ナチュラルだから難しそうだね。あれ、ゴージャスの人ね。ああ、星。男で。エボリューションな人。詐欺メイク。あの人でも多分落としたらイケメンそうだね。あー、フォルムは確かに。ダルビッシュはダルビッシュ。ダルビッシュか。あれは落としたらイケメン。そっちのダルビッシュかびっくりした。そっちのダルビッシュかと思ったよ。ダルビッシュもか分かんないのかな、メイク落としたらね。イケメンだよ。イケメンなんじゃない？そうなんでしょ？なんか言ってたよね。あとは、ミシャは？お化粧？詐欺メイクされるとしたら誰になる？誰がいいかな。やっぱりギャル。ギャル、なんかギャル願望がずっと昔からギャルの程度、マンバ的なんじゃないでしょ。マンバ、マンバじゃない、絶好調の時のツーちゃんみたいな。わかんない。まず若翼さんじゃん。そういうことね。ギャルだね。まつげつけたり。ギャルの服ってなんであんなみんな細いんだろうね。ちっちゃいよね、ギャル。ギャルは大変だよね。ギャルって大変よね。だから相手につけるのも大変じゃん。そうだね。終わっちゃった。終わっちゃったよ。ギャルは大変という結論で終わりました。ギャルも少ないだろう。ギャルって今言っちゃうかな。じゃあ限られた中でくっついていかないとか。そうなんだね。激しい生存競争というか。はい。じゃあ次はお歌のコーナーです。